ツノゼミ科は、カメムシ目に属する昆虫の都が、世界で約600属3200種が記録されている。日本では16種が記録されている。分類学的には、横ばいやセミに近縁である。なお単にツノゼミというと、本科の種の総称、あるいは本科に属する、ツノゼミビュートラグヤラスフラバイプスのいずれかを指す。ツノゼミの多くの種では、その胸部背面に、 奇妙で多様な形態をしたヘルメットと呼ばれる構造を持つことで知られる。頭部は垂直方向に扁平で単眼は2つある。触角は針状で短い。胸部背面には角ゼミに特有のヘルメット状の構造を持つが、その形態は種によって変化に富み、エボシ系、剣型、樹木の枝のような形まで様々である。この構造は、 全境が変形してできたものであると考えられていたが、2011年に、この構造は、中胸の全死、公共の後師とは別に、系統発生的に昆虫の全境にもかつて、存在した第三の羽に相当するものであるとする仮説が、科学雑誌ネーチャーに発表された。しかし、昆虫の羽の基部構造を幅広く研究している、北海道大学農学部の吉澤和則は、 この論文では、データの解釈などに問題があり、結果としてその仮説も間違っていると反論している。この反論では、ツノゼミのヘルメット状構造は、全境が変形して生じたという従来の定説を指示している。ツノゼミと共生する蜂の一種パリッチハーターゲス、エイピキャリスツノゼミは、植物の茎や木の幹などの上で生活している。古い肝液を餌とし、 余剰の糖分と水分を肝路として排泄する。肝路をありに食物として利用され、その代わりにありは角ゼミを天敵から守るというアイリ強制関係にある。また、アリと同じマクシメスズメバチ上化には角ゼミに対して同様のアイリ強制関係を築く、スズメバチかアシナガバチアカのパリッチハーターゲス、エイピキャリスなども知られている。マルツのゼミガーグラゼニスティいくつかの赤が、 記載されているが、分類体系についてはまだ議論がなされており、一部の赤を別の赤に含めるなどといった考え方も主張されている。中南米の亜熱帯あるいは熱帯地域には全赤の種が生息するが、日本を含むアジアやオセアニア、アフリカはツノゼミ赤の種しか記録されていない。主な海分類を一家に示す。なおは妙は加藤に従った。 ほとんどの種は人間に対して無害であるが、紫馬小屋シを食害するスピシステラスフェスティネスや、リンゴなどの果樹を主に食害するスティクタセファラビソニアなどは、害虫として知られている。また、オクサーラチストランディスという種が、ハーブとして利用されるアシュワガンダを利用していることが、2011年にインドで発見された。様々なツノゼミ。ありがとうございます。